さあ、参りましょう。さあ、やってまいりましたね。やってまいりました。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日もジルカの予告呼んでおります。マイスクリーム講師のデスノリ様でございます。はい、今日も、リアクション動画元気に撮っていきたいと思っているんですけれども、はい、今日取り上げてまいりますのが、ドドン。プチブラパンソンです。プチブラバンソン！やった！ついにっすね。ついにです。我らが、はい。ギラングレー京さんの、そうですね。新バンドというか。そうですね。もう神様、ね。神と神と、神と神と神の。と神と神が、はい。集いしバンドでございますけど。5人の神がね。いや、もう本当に本当に。はい。もう、ゼウス、アルテミス、ポセイドン。なんで知ってんの？メンバーが、濃すぎる。本当に。味付けが濃すぎる、うん、そうですね、もういい意味ですよ、うん、うん、もうこのメンツなんで、うん、まあ、それはどんなサウンドなんていう、そうなんですよね、もうだから結成されて、うん、もうすぐ話題沸騰だったんで、はい、まあ、公式チャンネルが YouTube にあるんですね、はい、あって、その中でちょっと最近のライブ映像がアップされておりまして、うん、はい、これはもうちょっと皆さんと一緒に見ていくしかない、楽しみっすね、ということで、もちろんそのボーカル京さんなんで、はい、京さんのボーカルスキルであるとか勉強させていただきます、はい、いただきますと、ということで、あと楽器人のね、もちろん技術とか、うん、世界観にですね、うん、皆さんと一緒に入り込んでいけると思ってますけど、ぜひ、最後までご覧いただければと思います。このチャンネルではこんな感じでリアクション動画だとか、ボイトル関係の動画だとか、日々配信しておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方は、カチッとよろしくお願いします。ワンクリックでいいんだよ。いいんだよ。遠慮すんだよ。はい。じゃあ行っちゃいましょう。はい。さあ、じゃあ見ていきましょうということで、ありがとうございます。ありがとうございます。アップしてもらって今から浴びさせていただきます。いただきます。ありがとうございます。全身に浴びたいと思います。いきます。はい、いきなり来たね。いきなり来た。怪しげな、もうちょっとサイケな感じがしますね。わかる。なんかすごいですね。独特になるのは分かってたけど、うん、あ、こういう感じね、みたいな。もう初手ダークな。ダークだね、うん。決してアッパーじゃないよね。そうなんですよ。なんかね、世界観がもう、うん、ちょっと始まってます、ね。ちょっと始まって、うん、ちょっとこうラップ調の感じで、京さんの歌が入ってくる感じだから。うん、シャウトしたね。やばいっすね。シャウトしたね。やばいっすね。中域の。もう重いっす。もう重いね。もう重いっす。激重だったね。もう重いっす。ダルンダルンだね。ダルンダルン。チューニングが。チューニングが。激重。激重っす。激重に乗っかってくる、うん。京さんの中域シャウト。いや、もうたまんないっすね。ディルとか、うん、スケキヨとかではそんなに見せない感じかな。そうですね。うん。うん、ちょっと中域系なのかもしれない。ちょっとまた先のところ行こうかな。うんうん、あんまり聞いたことない感じだ、ね、うん、重っ、重っ、だるだる、うえ触れるね。あ、もうノリノリっす。乗れるね。ノリノリっす。ああ、すごさんだ、うん、ここは京さん節だわ。この京さんの歌い回しって感じ、うんうん、僕もね、真似してましたけど、よくね、うん、この感じだね。これね、うん、情報によるとなんですけど、はい、歌詞あるんですけど、はい、表示がないというか。なるほど、公開されてないっていう感じ、うん、らしい、はい、らしいんですよ、うんうん、感じろと、はい、よく聞きましょう、皆さん、ここは。はい。解析していきましょう。解析班、ぜひ、ちょっと、うん。教えてください、ぜひ。すいません、ちょっとね、うん、この辺、協賛でしよう。うん。ナチスとか入ってんだ。なんだい、なんだ何したんだ、な、何をした、今。なんだ、なんだ、今の。何が起こった、ちょっと高いシャウト。そうだね。ちょっとミドルハイみたいな。ミドルハイみたいな。京さんの高いシャウトはね、うん、結構やっぱ特徴的で、うん、結構絞り上げて出してる感じなんですよ。うん。うん、あんまり広さはこう、あんまり作らずに、はい。いやー！いやー！こう狭い感じで、はいはいはい。出すようなイメージなんですよね。だから結構こう、音色が独特。類を見ないような。ああ、そうっすよね。うん。感じの音色なんですよね。うん、いや、すごいっすね。うん、ここね。うん、あー
なるほどね。完全に強さの色っすね。で、そうだね、うん、この妖艶な感じの、うん、こうなんかうねるような、うんうんうん、こういう感じファルセットの感じ、うん、この辺とかはそれこそスケキヨとかディルとかでも垣間見えるところだと思うんですけど、うんうん、そうっすね。やっぱ色出してくるんだ、うん、なんていうのやっぱ、うん、楽器ゴン太っすね。ゴン太っすね。本当に分厚いな。分厚いっす。分厚くてびっくりした。いや、びっくりしてます。なんかね、そうなんだよ、そうなんだよ、楽器分厚くて、うん、で、キョウさんはキョウさんとしているわ、うん、なんか不思議な感じ。そうですね。混ざってんですけど、うんうん、混ざってないっていうか、うんうん、なんかこう綺麗にこう調和、うん、を目指してる感じではないのかもしれない。なんか、なるほど、わかんないよ。はいはい、わかんないですけど、はい、まあそのこれぐらい個性的なメンバー、うん、メンツなんで、うん、まあそもそもこう一つにしようっていうよりはさ、うん、ちょっと一個一個を際立たせようぜみたいな、うん、なんかニュアンスっていうかコンセプトなのかもしんないね。なるほど。そんな風には聞こえる、うん、僕の耳には聞こえますね。新しいな。そう、ひたすら、うん、いやでも確かにね、サイケなんか感じますよね。うん、来た来た来た。あ、激しい激しい、めちゃくちゃ激しいコーラスでね、うんうん、会場にいたらぶち上がる。いや、ありますね、うん、心臓えぐられそう、うん、ゆきひろさんね、僕好きなんですけど、ゆきひろさんのスティックを一番最初に買った男なんで僕は。あ、そうなんすか。はい、最初はゆきひろさんモデルでやってましたけれども、うんうん、ゆきひろさんのイメージも覆されるな、この感じ。そうですね。どっちかっていうと、その軽やかに手数をこなしていく、はい、淡々とこなしていくタイプなんですけど、はいはい、そういうサウンドではないじゃん。そうですね。ドーンみたいな大砲一発一発ね。そうですね。スタイルが変わってますよね、このバンドにおいてはね。そうですね。うんうんうん。あーね、うん、あー、笑えってね。笑え。ここがさ、ここがさ、おもろいというか分かんなくてさ、はいはい、なんで笑えなんだろうね。これ原曲も言ってるんです多分。あ、言ってましたね。そう、笑え、うん、笑えって言ってるんですよ、うん、それがなんか狂気だよね。だから別に本当に笑ってほしいわけじゃもちろん絶対なくて。そうですね、考察ですけど、ね、はいはいはい、じゃなくてその狂気を際立たせるためのふわはははははみたいな感じではないですよね。そう、そっちか。間違いないっすよ、ね、そう、覇王みたいな笑いを求めてるわけじゃなくて、違う、なんかその狂気、うん、そう、狂気的な笑みかもしれない。そうそう、笑みみたいな、うん、そうだね、いい言葉だね、笑みみたいな感じだよな、うん、それをちょっと出してこいみたいな。そう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 、なんか残虐なシーンにさ、うん、クラシックの音楽とか流すとさ、なんとか効果みたいなのでさ、そう、もうちょい怖くなんだよね。そう、怖くなんだよ。もうちょい怖くなんだよ。エヴァみたいな、なんだよ。そうのイメージかなっていう。確かにサイケ感じるもん。うん、うわらえ、なんだこれ、すごいぞ、うん、あーね、あーね、コーラス隊もこれ全力でいくんだよね、めちゃくちゃ激しい。いや、めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃ激しい。めちゃくちゃかっこいいね。めちゃくちゃかっこいいっすね、これ。めちゃくちゃ激しいね。ミドルアップテンポみたいな。そうだね、うん、最初ミドルテンポだったじゃないですか。うん、そうだね。そうそうそう、うん、がこうまた速くなるんですけど、うん、速いと思いってこう反比例大体するんですけど、はいはいはい、はい、速くなると重さが消えたりとか、うん、あ、そうだね、うん、あるじゃないですか。分かる分かる、うん、けどそれが一切感じないですね。あ、分かる分かる、もうずっと、すげえ分かるわ。 めちゃくちゃ来てます。あ、分かる、うん、なんか外側だけ変わったというか、あ、そう、うん、感じみたいなところかな、うん、そんな感じしますね。総じて不思議ですね。あ、そうですね、うん、不思議で、不思議なんだけど、うん、まあ意外と分かりやすくもあるみたいな、うんうん、確かに感じが、まあ、意外と、うん、こういう感じ分かりやすいよね、うんうんうん、かっこいい、このリフやばい、ノットフェスにふさわしいね。このハイのシャウトですね、ハイ、うんうん、でもないから、いや、ハイっぽいね。うわ、このね、まあ、さっきも言ったんですけど、うん、
さんのハイのシャウトは、うん、やっぱあえてちょっと苦しそうだよね。ああ、よいしょ、よいしょ、はいはい。こういうイメージでね、うん、パンって抜けてるんじゃなくて、うん、もうちょっとこう、やっぱキュッとまとまってて。そうだね。で、その後にこの、今入ったけども、はい。うわー、こうクリーンがね、うんうん、入ってくるので、そのコントラストも良いね、ここで。うん、歌詞知りてー、うん、ほんとに知りたい。歌詞知りてー、ちょっと一生懸命聞こう。うん、一生懸命聞こう、ここ。うんうん、解析班。解析班、お願いします。コメントに。ちょっと今この一瞬で解析するのはちょっと難しそうなんで。うん、解析班、はい、お願いします。お願いします。お願いします。神々しい、神様だ。あー、踊ってらっしゃる、踊ってる、踊ってらっしゃる、こうしたい、こうしたい、踊ってらっしゃいます、神々しいです、すごいな、うん、おー、京さんの喉謎なんだよな、うん、でこの謎ハイトーンとかさ、はい、含めてなんですけど、京、うん、さんってライブごとに、うん、もうなんか変わるんだよね、発声が。なるほど、変わるんだよね、はいはいはい、この時のこれはこうだけど、この時のこれはこうなってる、どういうことみたいな。なるほどね。京さんの魅力の一つであると思うんですけど、京、はいはいはい、さんは結局、まあ、よくご自身でもおっしゃるように、うん、もうやっぱ表現者だから、うんうん、別にやり方とかは、うん、いい意味ですよ、うん、考えて多分ないんですよ。なるほどね。うん。もうその時の気分だな。すごいですね。多分ね、持ってる、うん、持ってるその武器というか、うんうん、ツールはもう声帯という、もう一個だけ、うん、とりあえず裸一貫持って、とりあえずライブに臨むみたいな、はいはい、気がするし、うんうん、だからやっぱこの時のハイトーンとかは、うん、もちろんめちゃくちゃ太いですけど、めっちゃ太いっすよね、うん、太いっす、太いっすけど、うん、なんかこう芯がポンってあるよりは、うん、もっとこう裏声に寄ってるような感じっていうんですかね、はいはいはい、ピッチこの辺かな、うわーみたいな、うん、ちょっとこう結構胸、うんうん、チェストが結構強い感じが、ちょっとチェスト強い感じみたいな、うん、ニュアンスでやってますよね。これもまたね、時によって変わるんだよね。いや、すごいっすよね。バチバチ地声っぽい時とかもあるし、はいはい、今日今回みたいにちょっと柔らか、うん、柔らか太めみたいな、なるほど、時もあるし、うん、ダンスやね、うん、すごいっすね。あれ、うん、なるほど、しまったね、うん、さあ、ということでかっこよかったですね。かっこよかったのはもちろん、うん、なんかね、月並みな言葉しか出てこないんですけど、うん、うん、本当に引き込まれるじゃないですけども、はい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 、このメンツなんで、うん、どうなるんだっていう、いや、そうですね、ところなんですけど、そうですね、うん、なんか綺麗に一個にまとまろうぜではない気が、気が今のところしてるんですけど、はいはい、まあ、僕がそう思うだけなんですけど、はいはい、まあ、皆さんのね、うん、あの感想というかこのバンドに関してのね、はい、感想とかぜひ聞かせていただきたいんですけど、あとね、歌詞も、あ、歌詞もね、考察、歌詞も欲しいですね、考察欲しいですけど、うん、そう、僕はなんかその、うん、そういう気がする、その世界観を作ろうじゃなくて、うん、それよりは5人の個性が集まった結果の世界観の方を大事にしてるような気がする。そうですね。確かに。そういう言語がするんだったら、そういうバンドなのかなという、今のところの印象はもちろん変わるかもしれないし、本当は違うかもしれないけど、僕の考察はそんな感じですかね。あ、うん、インタビューとかもっと深掘りして、あの、拝見するともっとなんか違うの見えてくるかもしれないですけどね。だからその辺もちょっとぜひ皆さんのあれも聞かせてほしいんですけどね。そうですね。うん。はい。こんな感じで今日はジルガのリコ君と、はい、プチブラバーソンの最新のライブ映像を見てまいりました。今回の動画が良かったという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。